袴田事件の再審裁判で無罪判決が言い渡された袴田巌さんを支援する議員連盟が集会を開きました。議員からは1日でも早い検察の控訴断念を求める発言がありました。国裁判長の捏造だということ、それとやっぱり長い間時間がかかって申し訳ないという気持ち、まさに司法にも人道的な道がここにあったなという思いがしてならないわけでございまして、今日の集会には議員連盟の国会議員や弁護団、姉の秀子さんなどが参加しました。集会の冒頭に姉の秀子さんがこれまでの感謝を述べ、参加した国会議員からは一日でも早く検察が控訴断念をして無罪の確定をしてほしいなどの発言がありました。また静岡地裁の裁判長として袴田さんに再審開始の決定を出した村山博明さんも出席し、検察は決して控訴をしてはならないと訴えました。このように思っております。検察官はこの無罪判決を覆すに足る証拠や理屈がないということで控訴はしないという結論になるはずです。議員連盟などは集会の前に牧原法務大臣宛に検察が控訴した場合控訴を取り下げる要請書を提出するなど無罪確定に向け活動を継続するということです。